さあ我々の先駆者パンドエイジさんの次のパンチ佐藤さん来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱパンチさん、もうあれですね、バンドエイジさんを継ぐのはパンチさんって僕ら思ってますけど、はいはい、ついではいないけども、はい、そうかもしれないね。ですよね、うん、基本タレントさんですもんね、しっかりその。そうだね、解説とかはもうやってないから。そうですよね、うん、これ来たらやるんでしょうけど、うん、例えば単発とか、うん、もうちゃんと自分のポジションはね、そうだね。だからもう野球あんま見てないんだよ。そうですね、うん、だからコーチをやりたいとか、ああそういう夢があればさ、うん、ちゃんと12球団の試合を見て ね、うん、チェックして。ああでもそういう気持ちないから、ああ野球見るんだったらまたいろんなスポーツがちょっとある程度見た方がいいなと思って、ああ、ね、タラタラっていう感じでね、うんうん、でもさ今日はこの人気の YouTube に呼んでもらってありがとうございます。どうですか、ジャガスさんも。時代はさ、はい、映画からテレビ、テレビからこっちに来ちゃったな。来ちゃいましたね、うん、正直、うん、パンさんなんかやってんですか。うん、で僕の場合はね、はい、今も言ったように、はい、野球の話じゃなくて、ブレイク間近と言われながらもう一つブレイクしない宇野山本くんっていう芸人がいてね、はい、その宇野山本くんとちょっと お友達になったんで、はい、パンチ佐藤の YouTube ですってこう一人ではちょっとできないから、宇野とパンチの、はい、今日もどこかでダイナマイトっていう、いいですね、街ブラ番組を、はい、やってるんだけど、でこれはもうデブ君もほら分かる通り、はい、YouTube で稼ぐっていうのはちょっと今もう難しい時代なので、パンチ死んでないよというようなテーマで、テーマで、はい、やってるんだけど、はい、ピカイチ名古屋チャンネルってあるね。 ありますね、うん、あれに呼んでもらったら、はい、あ見ました、うん、あれ呼んでもらったらピカイチがボーン、ウノとパンチがボーン、こういう効果があるのね。ってこのデブ君だろ、はい、デブ、ピカイチ、うのってことだ、みんなこうなっていくんだね。だからさ、楽しみにしてたんだよ、今日。そうなんですね、よく、YouTube 僕も全く興味なく、見るのは好きだったんですけど、うん、全然興味がなくて、いて、デーブ出てくるの、あ、いいですよ、いいですよ。うん、で、またとこの先輩、今、高木豊ちゃんだったら、ギャラ払えよ、いらないですよって。うん、先輩の番組やってるの、うん、いらないみたいなノリからずっと始まってて、うん、で自分たちもやるようになったんですけど、うん、そう一時、うん、ちょっと野球選手がちょこちょこ増えたら、うん、危機感を持った人たちもいるんですよ、うん、分かんなくて、うん、いやいっぱいいた方がいいんじゃないのって、うん、北方は僕取材で行ったことなんですけど、うん、ラーメン屋なかったらただの田舎ですもんね、うちの田舎みたいなんですよ。いや北方って福島ね、うんうん、めちゃくちゃラーメン屋が多くてめちゃくちゃ栄えて、朝から食べれるのね、はあ、うん、朝ラー、うん、あれが僕のテーマがあって、うん、飯屋さんもいっぱいあるところだから寄ってくる、うん、だから野球 YouTuber の人が増えれば増えるだけ、うん、寄ってきて見てもらえて、あとは好みじゃないですかっていう、うん、でもね、いやテレビはダメだ言うわけじゃないけど、はあ、今俺も YouTube ばっか見てるね。そうなんですよね、やっぱり特にこのコロナなんていうこの2年半はさ、はあ、テレビつけてるとさ、はあ、もう憂鬱になっちゃってさ、はあ、うん、なんかニュースで何人だ何人だって、ね、だから YouTube 見てると、うん、俺目覚めたんだよ。一番大切なものは何かということが分かったの、うん、それは健康だね。健康ですね、うん、それがねこの2年半で分かったんで、うん、健康みたいな YouTube ばっかり見てた。そうですよね、うん、赤ちゃんとか子供は何回一日笑うと思います。研究でデータ出てるんですけど、ああ何百回なのかな。そうなんですよ、うん、2、300回笑うらしいですよ、うん、僕らの年代40とか50になると1日何回笑えますかって言うと18回だから20回しか笑わないんですよ。あ、でも80超えると2回しか笑わないんです。いや特にその笑いもさ、はい、こうやって飲んでてさ、はい、ぐらいだろうね。あ、そうなっちゃうんですよ、ね、もうさ腹がつるぐらいさ涙流してキッタッタッっていう笑いは最近笑ってないね。笑ってないんですよ。だから YouTube 見てると、うん、バカじゃねえかこの食いっぷりとか、うん、大笑いして笑えるために僕ら、うん、なんか、うん、パンチさんもより僕らの年代ってもう社会貢献を考える年代かなと思ってて、うん、ある程度居酒屋でどっかで飲めて、うん、焼酎一本入れてたらいいなと思ってるんですよ、お金は。いやいやでもそうなんだよ、うちもさ、娘が入籍して借金ローンがないので、いただいた中でやっていこうっていう感覚だから、うんうん、もうこの年になってさ、うん、毎日ステーキなんか食えないじゃん。だから社会貢献って言ったらかっこよすぎんだけど、うん、なんか誰か喜んでもらうようにって。そうなんですよね、そういうふうに生きていきたいよね。あ、だからパンチさんが旅行行ったとか、うん、その芸人さんとどっか行って、うん、それ見て笑う人が一人で見てくれたら、うん、なんか嬉しいですもんね。そうだね、あ、だから笑わないくなった僕たちの年代とか、うん、おじいちゃんたちが笑ってるっていいなって。だからお酒ってなんでいいのかと思ったら、うん、ちょっとバカになれますもんね。いやいやそうなんだよ、はい、俺は A 型だからさ、あ、今日の講演会は
あの話をした方が良かったなとかさ、映画だとちょっと振り返っちゃうんですか。そう、そう、そして反省はいいんだけどさ、悩んじゃダメじゃん。そうなんです、ね、でお酒飲むとこうやって飲んでくると酔ってくるとさ、わーんともう一人のパンチが出てきてね、じゃあ次に行かせばいいじゃん、あそうだよなってこういうもう一人の自分が出てくるというね。そうですね、出てきますよね、ストレスをためないことだな。そうなんですよね、だからそれはやっぱ笑いらしくて、パンチさんは野球やめるときに、タレントどっからタレントになろうとしたんですか。そうそうそう、我々の頃はテレビも元気、同じ年代ですかね、その現役はですね、あのテレビも元気だった時代だったから、12球団のマラソン大会、ね、12球団の運動会、はい、12球団の歌合戦、ありましたね、あったじゃない、はい、でそれプラスいろんな番組に呼んでもらったのね、現役中、はい、シーズンオフ出てましたね、シーズンオフテレビに出まくる、はい、そしてゴルフもやる、って言ったら練習もできないし体も休められないから、じゃあゴルフかテレビか、ゴルフかテレビかっていう時に、僕はテレビを選んだわけ、だって芸能人が生で見る手だよ。確かにそれでさ、赤坂プリンスに泊めてもらってさ、飯代はサインでいいですって言われてさ、で取っ払いでさ、ギャラをね、そうですね、そんなんだったらそれはいいなと思ってやってたわけ、引退となった時に、すぐ有限会社パンチ企画って作って、熊谷組だったでしょ。あ、そうですね、だから熊谷組の下請け、孫請け、ひ孫請けじゃないけど、それもらって日課ポッカ履いて、やるつもりでいたの。あ、なるほど、もうデーブ君もよく言うけどさ、竜宮城じゃない、ね、プロ野球 は、ね、だから俺はもう真っ黒になって働くぞっていう気持ちで、有限会社パンチ企画っていうのを作ったんだけど、引退した翌日からたくさんのテレビを来るわけ、ああ竜宮城、竜宮城、なるほど、あのね、12月31日までは竜宮城で遊ばせてもらって、なるほど、1月入ってから俺は日課ポッカ履いてやるんだと思ってたらさ、いつまでもテレビの仕事が来るわけ、はい、であるプロデューサーがね、パンチ君、遊び感覚でやるのかこれで勝負するのか意思表示してもらえないとこっちもちょっと使いづらいなって言われたから、じゃあ俺は日課ポッカ履いて真っ黒になって俺は働くんだっていう気持ちがあるんだったらね、行けるとこまで行ってみて、なるほど、そうです、いつでもね、日課ポッカ自信ありますもんね、あのダメだったらやればいいじゃないか、はい、って言ったらなんと29年目になっちゃってさ、そうですよね、今はさすがに、いやいや、うちの会社で、あのネクタイ締めて来いよっていうね、社長もいらっしゃるから、もうこれはないんだろうけど、あっという間に29年だよ、熊谷組3年でしょ、プロ5年、え、5年しかやんなかったっすか。そうで、今29年でしょ、5年しかって言うんだけど、山口百恵が7年だよ、ピンクレディが4年7ヶ月、キャンディーズ3年だから、マッハ文明さんって知ってる？すいません、まあ先輩に言うのは失礼ですけど、山口百恵さんと比べましたもんね、さすがです、ピンクレディとね、ピンクレディ、キャンディーズとね、あのそれ、国民的ってつきますけどね、いや僕からしたら国民的ですけど、いやあれだし、比べるとがいいですね。でもね、あのよくそう言ってもらえるんだけど、小学校の野球、中学校の野球、高校野球、大学野球、社会人野球、日の丸、プロってさ、全部の、野球をやってきたのが、僕の誇りであり、その、なんていうな、じじいになって死ぬときにさ、新設団地子供会のユニフォームはあんな感じだったな、西中原中学はとか、全部の言い方でしょ、とりあえず死ぬ間際ですからね、とりあえずオリックスのユニフォームはってこうさ、それが、自慢だね、全部やれたっていう、トップリーグはです、すごいすでに、まあ、メジャーはそれはもちろんいけないけどさ、まあまあそうです、あの時代メジャーってちょっと本当に夢すぎましたもんね、例えば、5年やる、いや5年しか野球やらないで、まあ、仕事はたくさん来てたじゃないですか、すごいなと思う、僕は、まあ、今だから言えますけど、日本テレビの偉い人が、一緒に現役中ご飯を原さんと一緒に食べてると、デーブちゃん野球やめたらうちで解説やってよって言うから、真に受けちゃってたんですよ、誘われたと思って、結構広島でご飯食べるときに旅に言われるから、移動日に牛田の牛ちゃんだったんですよ、原さんがそこが好きで、俺熊に受けてオフになって辞めるようになったから、その人連絡取って、その日テレの昔の麹町の、この喫茶店あるか来ないよなって、あれちょっとおかしいぞと思って、よくはプロデューサーズでこう例えばこう持ってシャツを2つぐらい開けてみたいな、何やんのみたいな、いや解説をってバカなこと言ってんじゃないよって、現役だから呼んだら
美味しいんだよ、うん、やめたら君よだって何も欲しくないんだよって、景気で解説やんないでしょなんて思ったんですよ、まあいいかついてこないなんて全部曲回してやるって言って、うん、局内の編成部とかいろんなとこ挨拶させてもらったんですけど、うん、どうもおかしいなと思ってこれは、うん、中瀬さん電話したんですよ、うん、中瀬さん日テレだったんで、うん、何お前そんなみっともないことやってんだすぐ帰れとか言われて、うん、スポーツ部で今日すいませんもう帰らせてもらいますっていうぐらいでしたよ、うん、僕らだついてたんだね、うん、テレビも元気だったしさ、うん、それでどっちかっていうと野球解説じゃなかったから、うん、確かにでそれでさついてたのがさ貧乏育ちのもんだから、うん、何食ってもうまいんだよ、あ分かりますね、うん、だからパンチなんか食わしたらあれうまそうに食うぞってことでグルメレポーターでしょ、なるほど、下が D ランクぐらいの下なんだろうね、だから B 級グルメ食ったってさ A 級グルメ食ってるわけだよ、なるほど元々が D だからそれ、うんうん、だからグルメレポーター、旅番組とほら野球選手で旅なんかしたことないからさ、ないですね、素直にさわ素直な意見を言うわけよ、確かにあなんか今ウグイスが聞こえたぞとかさ、パンチ旅番組いいねってことになって、旅番組といえばパンチ、うん、グルメ番組といえばパンチ、うん、っていうことで来たんだね、うん、やっぱりそれ楽しかったですよね、楽しかったよ、だってさ楽しいんですね、なんとも言うようにテレビは元気だったから、美人おかみの宿とか言ってさ、はい、1泊8万円の宿、しかも今日パンチ君はね伊勢エビとアワビを出しますから、はい、10万近くなるからね、はい、なんていいんですかなんてさ、ただ一般の人はこんな10万円の宿なんか泊まれないでしょだから泊まったような気持ちになるレポートをお願いしますよなんてさ、なるほど、だからコメントにの技術も求められたわけ、はい、それで僕が食べるじゃない、はい、あ刺身や牛肉やで食べ終わったらさ、はい、スタッフの皆さんこちら食べてくださいってまた同じのが来るわけ、それで、あ、物取りですかってまた同じのが3つ来るんだよね、それがさ、時代とともにさ、俺の残りをみんな食うようになっちゃったりしてさ、制作費がこうなくなってくるってことですか、で物取り先にやってさ、伸びたラーメンを食べたりとかさ、こんな伸びてるの大丈夫なのなんて言うと、いや、さっき箸上げでいい絵が撮れてますから、あらららおかしくなっちゃったぞなんて、なってきちゃったね、うん、だから今は僕のコメントはね長すぎるになっちゃったわけ、ラーメン食ってくるでしょ、あ焼き豚と書いてチャーシュー、最近ちゃんと焼いてないチャーシューがあるけどもこれはちゃんと焼いてるねからね、どうぞどうぞさ、この麺が中太縮れ麺でわーなんてやったら話が長いってなっちゃうの、もうまいっていうそう言わなきゃいけないとか、求められるものが、もうねそういう時代になってきちゃったね、はあ、うん、今そんな感じなんですね、うん、僕らもちょこっと、うん、そういうのやらせてもらったんですけど向いてなくて、うん、楽しくなかったですもんね、あその間が長いのがもう、あね、わざと一般の人にあのて質問してください、そう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 、あそれはあったね、何聞くのみたいな、ラーメン500円、創業以来50年変わってない500円の店なんて言ってさ、500円500円もなんて言うとさ、500円だからよ量が少なくなってんだよなんて、そういう中でインタビュー嫌だよね、嫌なんです僕は素人は、ね、それがダメだったっすね、ダメっていうかちょっと俺は向いてねえなと思って、そうかもしれないね、でやっぱ解説にシフト、僕は解説がメインでやってたんで、そうだな、デーブはやっぱり先輩方の解説とまた違った切り口の独自の目線で語るからやっぱり解説だよ、解説でしたね、豪快にこう見えるけども緻密なところあるもんね、まあ緻密ではないとこの体だと、打つしかないじゃないですか、だから生き残れなかったし、解説ってみんな2000本打った人とか、と戦うから、実績じゃ全然勝てないんで、みんな解説はこうやって起きたことに説明でいいけど、いや起こることを先言うにはどうしたらいいんだと、これ言えたら勝つんじゃねえかみたいな、いやいやそれはあるね、今の解説者っていうのは若い人たちはさみんな真面目だよね、真面目ですよね、でも当時の大先輩方はさゴルフ帰りに来たりする人いたからね、ああそんな感じでしたね、日焼けちゃってそのままゴルフ場から来てそのままその席に行って、そうですね、グラウンド降りないですね、今の解説者は真面目だな、そうですね、うん、もうちょっと野球の話したいんですけど、